ですよ。やっぱり毎回登場しているのはスネークなので、まあ、2人のスネークですけど、がまあお気に入りというか一番自分に近い存在ではあります。毎回スネークを登場させることであやふやだったスネークの背景とかキャラクターを補っていってますので、自分が成長していくのと同じようにスネークも細かなところが描写されて、もともと白紙の状態だったのが結構この二十数年間でかなり緻密に設定をされて、自分が作っているキャラクターなんですけども、なんかこう人格が出来上がっているようなそんな感じがしますね。あと好きなキャラクターがスネークだというと非常に面白くない答えだと思うので、スネークもスネークで好きなんですけど、やっぱりオタコンっていう存在は僕の中でもすごく大きくてですね、アクションゲームでヒロイックな人たちがいっぱい出てくる中で全く戦わなくて、勇気もなくて、女の子にいつも振られてるような、オタコンっていう存在が結構メタルギアの中では、重要な役割を果たしてますので、要はプレイヤーのほとんどがオタコンに近いと思うんですよね。そのオタコンに近い人がスネークを操って事件を解決するんですけども、その自分とスネークの間にオタコンがいることで、かなりゲームに深みが出てると思いますので、そこは僕はオタコンが結構強調して物語の中に入れ込んでる、そういう意味があって、僕は、結構好きだと思ってます。 MGS1 の、レイブンとかは結構好きです。キャラクターというよりも、ボス戦が面白かったのと、あと彼は最後スネークと戦ってスネークに倒された時も腰を割らないというか絶対立ったままで死んでいくんですけども、これが彼のスタイルなんで、そういうところも結構キャラクター的にも好きですね。あとはやっぱりそのメタルギアソリッドの1ですごく強い、力を持ったキャラクターが順番に出てきて、力と力で戦うんですけども、サイコマンティスっていうガリガリのボンディファッションでこいつ本当に強いのっていうようなやつが現れて、実は、力ではなくて、超能力で戦うっていう、そこのギャップが僕の中でも面白かったというかなので、かなり好きなキャラクターですので、毎回あいつを超えるキャラクターを作ろうとして、企画をしています。一応そのゲームアクションゲームなので、どういう攻撃方法でどういう対処をしてプレイヤーが、こうならば こういう攻撃をしようっていう、そこのゲームデザインと重要なそのキャラクターの、相性っていうのがゲームなので、ここが一番重要なので、両方を並行して考えます。だから、ボス的なキャラクター、それは人相とか、体格とか、人種とか、それまで生きてきた人生の背景とかと同時に、彼がどういう攻撃をしてプレイヤーとどう遊ばせるかっていうのを並行して考えて、作り上げていくというところなんで、ここはまあ映画とは全然違う。MGS3 で、ジエンドっていうスナイパーが出てくるんですけど、100歳を超えるで光合成をするっていうの、飲まず食わずで山の中で1週間2週間生きるっていう、伝説のスナイパーなんですけど、伝説のスナイパーなんで、本当はあそこでプレイヤーと1週間2週間戦い続けてようやく勝てるっていうようなゲームデザインにしたんですけど、さすがにモニターでチェックした時にそれはきついということで、現状のバージョンになりました。本当であれば伝説のスナイパーなんで、あそこのボス戦は1週間2週間プレイヤーが根を詰めて本当のスナイパー対スナイパーみたいな、長期間の、バトルしたかったんですけど、それがまあ叶わないことも、たまにはあるということです。MGS3 でザ・ソローっていうのが出てくるんですけども、これもちょっと新しい試みをしたかったんで、映画でいうシックスセンスみたいな感じで、プレイヤーはザ・ソローっていうのが敵側にいて、そいつと戦わないといけないというふうには見えるんですけども、実際にはそこには存在しない、すでに幽霊であるっていうもので、カウントされてないですけど、プレイヤーは
カットシーンを見てるとそこにソロがいることを知ってるっていう、その、今までのボス戦とはちょっと違う形にしたかったです。で、結局はその、滝壺にスネークが落ちて、臨死体験というか臨死の状態でそのソロと戦うっていうんですけども、で、銃で撃っても当たらないので結局は、戦うんじゃなくて、蘇生薬を飲んで、仮死状態から復活したら自分の、現実に戻れるということで、ソロを倒せるっていう、他のゲームではなかなかそういう意味がないと思うので、これも結構お気に入りの、ボス的ですね。